こんにちは。また Q&A でね、来ましたね。私は投資をやりたいんですけども、投資をするお金がありません。やっぱり投資ってのはお金持ちしかできないんでしょうかということですけども、その通りでございます。投資はお金持ちしかできないんですよ。というのが余剰資金でやるものですからね。お金がない人が1000円2000円を投資に投じて、それが1000万とか2000万になるっていうのはまあないですね。で、この投資に使うお金っていうのは生活費とは別で切り分けていかないといけないんで、生活費を出すのがやっとの方は当然ですけども投資に回すお金がありませんので、ちょっと投資はできないんですよ。でもどんな投資家も最初はお金ないんですよ。で、投資に使うお金を作ってるんですよね、どっかから持ってきて。じゃあどうやって持ってくるかっていうのがビジネスなんですよ。で、ビジネスはみんなできるわけですよ、商売ね。リンゴ1個売って100円くださいとかね、おにぎり1個売って200円くださいとか、これまあ日々多くの方が普通にやってることだと思います。で、自分には特別なスキルがないと思ってる方も、まあ人の困ったって問題を解決したりとかね、人にありがとうって言われることを繰り返していけばお金にはなるんですよ。というのが、人はどんな時にありがとうっていうのかなと思ったら、何かのね、問題解決をしてもらった時とか、何かを手伝ってもらった時とか、自分のことを分かってもらえたっていう時とかね、そういうことなんですよね。だからそのありがとうのレベルをもうね、ありがたすぎてお金を払わないと気が収まらないっていうところまで、人を癒してみたり励ましてみたりとかね、役に立ってみればいいと思います。これはね、多分誰でもできると思うんですよね。で、逆に言うと、自分にはそんなことできませんって言ったら、じゃあ誰かを癒したくないんですかとか、誰かを喜ばせたくないんですかとかね、誰かを励ましたくないんですかってことになっちゃうわけなんですよ。で、まさにね、自分を励ましてくださいとか、自分を喜ばしてくれたいとかね、自分にお金をくださいっていうふうな、まあそこにはくれくれマインドが残っちゃうんですよね。だからそうではなくって、与えることの喜びっていうのかな。やっぱりどんな人でもね、自分の手によって誰かが幸せになることって悪い気がしないと思うんですよ、うん、できればそうしたいと思いますよね。何か誰かに施してその人がハッピーになってね、ありがとうって言ってもらえる関係っていいじゃないですか。だからそれをやっていくだけなんですよ。だから暗い話をしたら人はね、楽しくないんで、いや私はね、もう過去にこんなことがあってめちゃくちゃな人生歩んでましたって、これ楽しいですかね、聞いた人。そうじゃないんですよ。人を慰める言葉とかはいいんですけども、私を慰めてくださいみたいなね、かわいそうアピールすると、それはやっぱりお金儲かんない道に入っちゃいます。やっぱりね、お金を稼いでる人って稼ぐ選択を繰り返してきてるんですよ、一つずつね。その中にはそうじゃない選択もしちゃうんですけども、トータルとしてだんだんね、稼げるようにスパイラルで上がっていってるんですよね。で、お金がない人とか、それこそ投資の資金がないとか、生活費がないよっていう人は、一つ一つの選択がそっちに向かっちゃってるんですよ。まあ、ですんで、これから訪れる分岐点の中でベストな選択肢を選べば、人生がね、いい方向に向かうレールに乗れるんですよね。だから選んだ時にそうじゃない方ばっかりを選んじゃってるんですよ。その一つが自分の辛い身の上話をしてしまうってことなんですよね。そうするとどうですかね、人はかわいそうと思うばかりか、なんかね、哀れになっちゃってね、なんか何言っていいか分かんないから話しにくいよねってなっちゃうんですよね。そうじゃなくて、かわいそうな過去を抱えた方に何か慰めることはないかなとかね、励ませることはないかなっていう風な形で、自分のことではなくって、目の前にいる人のね、悲しみに寄り添うことを繰り返していけばいいんじゃないかなと思いますよね。まずはそこからなんじゃないですかね。私はこんなに大変な思いしてましたってね、私が言い出したらどうします？聞きたいですかね？まあないですけど、大したことは、何の辛いこともない人生でございましたというね、まあそんな話になっちゃいますね、私の場合はね。ということでね、投資に回すお金がないだったら投資に回すお金を作ってください。そこまで投資が好きなら、大して好きじゃなかったら、まあ投資のお金はね、作んなくてもいいと思いますけどもね、デモでありますからね、デモトレードとかね、ありますんで、それで投資を学ぶことはできます。だから儲けたいみたいな、ギャンブルみたいなことしたいんだったら、なけなしの生活費をはたいてね、行くしかないんじゃないかなと思いますけどね。そうなってくると私の専門外でございます。ギャンブルは専門外です。じゃあ行ってらっしゃい。